おはようございます。2012年9月4日火曜日、6時5分になりましたと言ったところが6分になりましたね。おはようございます。まあちょっとは秋らしい風景じゃないや気候になりつつあるのかなと。空にね、広がる雲とかを見ていても、もこもこっと入道雲の夏みたいな雲からちょっとずつ、雲の状態が変わってきてるんで、まあ少しずつ秋になりつつあるのかなと。今までちょっと遠慮気味に鳴いてた秋の虫もですね、昨日あたりから一気にスズムシとかコオロギとかいろんなのが鳴き始めたんで、秋になってきたのかなという感じですけれども、まあとはいえまだまだね、なんか残暑厳しいというか、もうなんかどういう表現していいのかわかんないですけど、夏が続いてる状態ですよね。さて、IT メディアニュースからまた今日もピックアップしていきたいと思います。今日はね、この初音ミクがドーンって出てるんで、この話題もいいんですけれども、今日はこちら、ツイッター関連サービスの終了相次ぐ、 API 利用制限などツイッターの変化影響ということで、これはもうね、だいぶ前から話題になっていた話ではあるんですけども、ツイッターの、利用規約とかですね、でその API のその公開の仕方とか、そういうものがどんどんこう制限がかかってきてですね、で、まあいろんなところが、まあ例えば一番最初だと大きいところではリンクトインなんかがツイッターとの連携をやってたのをもうやめるというような方向になってったりとかしてて、で、今回のこの記事ではですね、日本国内でもいろんなのツイッターのアプリですね、そのツイッターの発言を読んだり、あるいはツイートしたりするのに使ってるその、パソコン上のいろんなクライアントアプリがあるんですけれども、それがですね、もう次々、開発を終了しますという方向に向かってます。で、まあこれはですね、一つはそのツイッターのアプリも、もうあの公式アプリ以外はもう認めないというような方向にこう向かっていてですね、で API も、公開するのがどんどんこう制限されてきているので、そうなるとですね、開発したくてももうできない、で、あるいは、それなりのお金を払ってツイッターとですね契約を結べなきゃいけないので、とてもじゃないですけど、その個人でやってるようなところとか、数人の小さい会社がやってるようなところとかですね、そんなのはもうとてもできないという状態になってきてます。で、まあここにも出てる、ツイートなんかの、いろんなね、有名なアプリがもうどんどん終了しますよというようなことがこう出ていて、結構これはですね、日本でも、衝撃になってくるんじゃないかなと思います。で、こうなると果たしてこれから先がですね、ユーザーがどう動いていくのか、このままツイッターを使い続けるのか、それともそういうふうにこうね、あまりオープンじゃない、選択肢がどんどん狭まっていく中でこうユーザーが使い続けるのか、果たしてどっちに向かうのかっていうのが非常にね、難しいところじゃないかなと思います。で、ツイッターはツイッターとして自社のサービスを継続するためにやっぱり広告収入に頼っていくというビジネスモデルにこう変化してきたので、そうなるとですね、できるだけ自社の広告を見てもらいたいですね、広告を見てもらいたいために、自分のところの公式アプリであればまあ広告が乗っかるんで、を使ってほしいというところがある、この辺のいたしかゆしのところなんですね。で、ツイッターそのものがサービスを提供し続けなければ、もういくらサードパーティーどうのこうのと言ったって、それ自体はもう意味をなさないものになっちゃいますし、かといってあんまりそれが広がると広告収入がすごく少なくなると、この辺をですね、どうしていくのかっていうのが悩ましいところでしょうね。多分これはツイッターに限らず、他のいろんなそのネット上のサービスに関しても今後突きつけられる課題で、まあさっきのですね、初音ミクの
話がありましたけども、まあ、初音ミクなんかは逆にそのまあ、これこのその記事なんですけど、使えば増える初音ミクって、お金が王様の時代の終わりっていうことで、まあ初音ミクはどっちかというともう自由にどんどん使ってねっていう方向で、これだけ爆発的に世界に広まってったというのと、まあこのなんていうんですかね、すごいこう全く違うビジネスのこの展開の仕方、果たしてどちらがですね、これが支えられていくのか、あるいは多くのユーザーがどっちを選ぶのかっていうのが、これからの動きかなというふうに思います。まあ、状況としては多分、多く使われる方が今後のビジネスを支えていく方に向かうんじゃないかなと。で、やるにしてもツイッターはちょっとね、急激に舵を切りすぎてるんじゃないかなという気がしますけれども。どうなんでしょうかね。ちょっとこれはいろいろ見ていかないと、考えないと、一人一人がユーザーが考えないといけないような状況かなというふうに思います。さて、そんなところで6時12分になりました。時は火曜日ですね。天気もとまあ不安定なところが多いみたいなんで、急な雨とかにお気をつけてということで、今日も元気にやっていきましょう。ではまた。